吉野さん、工藤さん、あそこになんか2個押してんの分かりますか？あ、近づかないください、近づかないください。フライング、フライング。2個ついてあんの分かりますか？でも俺の目からは1個どこにあんだかよく分からないね。え、何のこと？カラーコーンのこと？どれだ。はい、早いもん勝ち、好きな方を選んでください。まあ俺はどっち選ぼうか星野には勝てるからさ、余裕だよ。戦うってわけじゃない。はい、星野さん、星野さんでも工藤さんでもどっちもいいや、どっちに問いかけてもいいや。あっち向いてほいっていうゲームはしているでしょうか？じゃんけんほい。はい、これでしょう。あっち向いてほい。はい、こういうゲームです。予算勝った。こういうゲームです。はい。今回の企画、じゃんけんドーン、あっち向いてわべし。え、父さん分かった。じゃんけんドーン、あっち向いてわべし。じゃんけんドーン、どっちが勝ったか分からないけどね。あっち向いてわべし。このゲーム、まずまあとりあえず星野を起点にして説明しよう。まあ星野がじゃんけんで、普通あっち向いてほいってさ、じゃんけんで勝った方がさ、あっち向いてってやるじゃん。これ逆なんですよ。負けたのか。じゃんけんで負ける。例えば星野は負けたとする。したら、星野は、今の正面、後ろ、右、左、どれか、一つだけ方向を見る。で、目をつぶっておく。工藤も、その行動を見る前に、星野がどこ向いたかを見る前に、どっちか行くかを決める。あ、例えばこう行くか。例えば、こう行くかってこと？星野がこっちを向いた。けど、工藤はこっちを選んだからこうなった。あ、工藤はね、こっち向きでいい。勝った方だから。うん、こっち向き、こっち向き。です。はい。で、まあ、星野は目をつぶったままになります。で、イヤホンで音楽も聴いてもらいます。そうすると、まあ、星野は聞こえない。うん、いや、イヤホンはつけなくていいか。足音だけでいい。足音聞けるから。まあ、目をつぶってもらいます。で、まあ、勝った方。どつきます。俺がどつくの？こいつがどつくんじゃなくて、お前がどつく、俺がどつくの？どつきます。なんか俺今さ、あれかなって、星野がこう向いて、まあ、こういくのかと思った。まあ工藤が勝ってるからね、これは。この場合は。で、工藤がどつきます。こうやってどすってやります。まあどの方向から星が来るかわからない、目をつぶってるから。足音だけで、足音とあと向き、自分の向きで有利性が決まるのね。で、まあ、星野がカンカなんかドガーンってやったら叩きのめせるシーンでゲームです。じゃあ例えばこの場合で工藤さんがこの場合だったら、例えば星野が目をつぶっている、工藤がこっち向きで、工藤が歩いてくる、その足音で星野は方向を確かめて、工藤がどつく、こうやってどす、どつく前に星野がある程度の勘でドガーンってやれば当たる。でも先に剣がこの状態じゃ絶対当たんないでしょ。そう、こうやこういうこと、はい、そうでも当たらないからね、向きで。工藤が近づ、こっち向いてたらこう行っていいと。工藤が近づくのね、まず近づいた時に星野がわざとあれだよね、足音させてもいいの？いいよ。あ、なるほど。じゃあこの場合で一回ね、工藤にね、このギリギリまで近づいてもらうじゃん。近づいてもらったら一回止まってもらう、工藤には。で、じゃあ星野さんどうぞって言うから、したら星野が好きな方が どこでもいいんだけど。あ、いいの？うん、まあ後ろは多分切れない、その位置からじゃなきゃ切れないもん。こうみたいな。そう。あ、じゃあこっちにいたらもうこう。そう。で、当たればいいってこと。当たれば、まあ星野はどつかれなくて済む。でも外した瞬間に工藤はどついていいみたいな。じゃあ仮に方向当てても、こうやってスカッていったらアウト。アウト。スカッてね。あ、まあでも工藤はこの位置にいるからね、結局。うん、あ、俺はもう避けない状況。避けない状況。あ、なるほど、避けない状況。だから、ね、なんか例えばこういって、ここでスパッてやったら、あ、それだったらアウトだな。アウトになる。ドスってやる。とりあえず方向が合ってればいいんだね。なんとなくわかった。まあなんとなくわかった。まあ武器はもうそれ固定になっちゃうんだよ。結構危ねえな。な、それはそれで危ねえけどさ。これはこっちの方だ。あのこっちの方がやばい。あ、これは微妙。一発勝負です。こっちボン。
ちなみに星野さん、これ十兆点です。お覚えてますか？ あなた工藤との勝負に負けて今7兆点負けてるの。今ね、一回工藤と星野が戦って、なんかどっちが先にあの遊具にたどり着いた方が勝ちみたいなやったの覚えてる？ あれでまず2対2兆2になったのね。その後にニュルフで負けたのね。それであれ5兆かけるわって言って、マジで負けたわね。だから2対5兆2なの。あ、そう、そうなのね。じゃあ2対 7兆2なんだ今。これ勝てば10兆入るんで、ただ負けた場合2対17兆2になるんですけど、よろしいでしょうか？相当リスクが。いつか20兆かける試合があると思う。そうだよ、これ最初の方勝っても何の意味もねえよ。じゃあ、星野さん、工藤さん、まず、じゃんけんドンお願いします。ここ大事だからね。だから攻めと守りがこれ攻守決まっちゃうんだから。これやっぱ攻めの方が有利。いや、そりゃそうでしょう。でも守りもさ、最初に攻撃できんじゃん、もし当たったら、うん、その時点で負けだからね。俺は、まあ、最終的にはね、どっちが当てたかがね。じゃあじゃんけんドンで。さあ、これでもさ、微妙だよね。これ勝っても負けても微妙な感じだよね。ここは微妙、2回最初はグーじゃんけんドン。おー、あいこでドンで。どうしよう、タイミングが。あいこでドン。おー、おー。決まらない攻守が。アイコでドン。よし。じゃあ工藤守備の星野攻め。多分星野チョキ来るなとは思ったけど。じゃあまず星野さんにはそっちで目をつぶってもらいます。工藤さん向きを。うん、とりあえず向きを決めたら、まあいなくなってもらって、次星野が向きを決めるから。そうか、どっち向きにする？こっち、オッケー。じゃあまあ星野のトライについてもらって、星野が向き決めます。今度はい、むしろこれ面白いな、なんか星野はどっから攻めるか、この4方向。そこから、ああ、はい、了解いたしました。じゃあ1回切って工藤にスタンバってもらいます。まあその時点でもう今から星野はずっと見てていい。ああ、工藤は目をつぶってなきゃいいんだけど、位置についたら。だから星野の判断が合っていたか、それかそっから工藤がどう迎撃するか、見ものです。工藤さん、はい、向きをどこにいればいい？まあどの程度に、星野だってもう目開けたままだから攻めれるんだ。じゃあはい、クロスさんの向き、あちらです。おぉ、そっか。星野さんはここにスタンバってもらって、工藤一直線上。どうせ、歩き回って拡散しなくていいよ、最初。やっぱ OK。え、拡散は最初は、最終的にはスタート地点に立ってもらわなきゃいけないけど。最初ね。そうしないと、だって不利になっちゃうじゃん、声の向き的に。俺もちょっとぐるぐるするんで。やっぱこの辺がいいかな。だったら叩きやすそうだし、はい、こっちの方がいいかな、いいと思う。まあ決定してるけどね、もう、まあ、向きは。いや、じゃあこういうパターンか。うん、それでバレる可能性あるから気をつけて。あ、そっか。うん、片やゲームのプロだからな。確かにそうだよな。だからこう歩き回って結構不利にもなるんだよね。有利にも働くけど。よし、来ました。じゃあ黒さん OK ですか、準備は。あ、いいよ。攻撃方向も決めた？え、あ、もう今決める？あ、まあ後ででいいけど。星野さん準備 OK ですか？星野が近づいてくるんじゃない？そう、近づいてくる。星野には何らかの手段で、まあ足音を立ててもいいし立てなくてもいい。
まあ近づいてもらって工藤にまあやられないようにする。じゃあもう大体決めたけどね、じゃああっち向いてわべし。あー電車が来た、ちょうどどうなるか。もう一歩てか俺さ、うん、これさ正直さ、うん、星野がさ、うん、なんかもうなんかここでさうちゃうちゃしてたじゃんあの時からもう方向を決めてるんだよね。え、決めてる。だからあれは拡散してただけだからね、拡散作戦で。だから俺はもう方向決めてる最初から、うん、あもう多分こいつあれだなっつって、かもこっちだなみたいなおもえ今はもうスタンバってます。じゃあジャッジで、あもう何これで帰ろうってこと。はい、もう今次攻撃フェーズに入ります工藤の。だからあれでしょ、向きを変えろってことでしょ。ま、いやその場所から攻撃。えだから後ろを攻撃するんだったら後ろにドーンって。例えば後ろだったらこういう風な感じでってこと。そう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 、この状態なのね。そうだからそれだからちょっと不便なの、その決めちゃうのは。あそうだから攻撃方向だけ決めるってことね。そう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 、向きは変わんないってこと、ね、向きは変えられない。だから横は攻撃はできるじゃん、後ろは攻撃しにくいの。あ俺もう何これ攻撃しちゃっていい。クロスさんお願いします。はい、当たった勝った。ほらなんで分かったの。えもう最初からうじゃうじゃしてんじゃん、お前の声と足音のあれをもうこいつ吉田も歩いてたけど、もうよ星野の声でどこに星野の足音がこれかっていうのは分かったから、もうそれでうじゃうじゃしてんじゃんで最終的にガチャ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 ここでこうやってたんだけどもうここにいた瞬間にあもうダメだあれだな、もう決まったなって。俺ちょっと後ろ目でよしここだって言ったのに、はい、だから俺あれね、星野が近づかなくても俺こっちって決めてたの最初から。メンタリストかよこいつ。次イヤホンつけてもいいかもしれないな。うん、だから後ろはないなと思ったもん。じゃあもう一回やろう。もう一回やるの。イヤホンつけるやる。じゃあイヤホンつけるやろう。うん、